皆さんこんにちは。私は2024年5月14日から21日までオーステルダムに乗船し、7泊8日のエーゲ海クルーズに行ってきました。今回の動画では4つ目の寄港地ギリシャのサントリーニ島の様子をお届けします。最後までゆっくりご覧ください。今回のクルーズはギリシャのアテネ発着のプランで、アテネのピレウス港を出発し、ギリシャのロドス島、トルコのアランヤ、キプロスのリマソール、ギリシャのサントリーニ島とミコノス島を回り、再びアテネのピレウス港に戻ります。サントリーニ島はエーゲ海に浮かぶ直径10キロくらいの三日月型をした小さな島です。今回はエクスカーションに参加したので、港からバスで島で一番標高の高いプロフィディスリアスマウンテン、そして白い壁と青いドームが美しいイアの町、クロスナで有名なカマリビーチ、島で最古のビザンチン様式の教会アナギア・エプスコピ・チャーチ、そしてワイナリー、最後にサントリーニの中心フィラの町と回りました。見て、山肌が茶色い。朝起きたらサントリーニ島が目の前に横たわっていました。拡大してみると町の中心フィラへ続く白い道が見えます。赤茶けた断崖絶壁の上にあるイアの町も見えます。今日は船のエクスカーションに参加するので、メインステージに集合しました。私たちはナンバー3チームです。サントリーニ島は大きな客船は着岸できないので、テンダーボートに乗ります。これ1隻で120人くらい乗れるそうです。海上で船から船に移動するなんてワクワクします。タイタニック号の避難ボートを思い出しました。あれが私たちが乗っていたオーステルダムです。船のエクスカーションは高くて、このツアーは180ドルくらいです。でもデポジットが100ドル残っていたので、80ドル足して参加しました。いよいよ港が見えてきました。いつも下船するとどうやって観光するか悩むのですが、今日は何の心配もありません。3番のバスに乗るだけなのでお気楽です。港からバスで 2,30 分移動して、まずはこの島で一番標高が高いプロフィティスリアスマウンテンへと向かいます。ちょっと霧が出てる。飛行場が見えます。アテネから飛行機だと45分で来られるらしいです。さらに一番高いところまで登ってみます。預言者エライアス修道院、聖母マリア、ポルトエイティッサの聖なる礼拝堂、誰かが幽閉されていそうな石造りの教会です。ギリシャ正教の修道院なのでしょうか。ギリシャ正教の教会は十字架やキリスト像などではなくて、イコンと呼ばれる肖像画信仰が多いそうです。この人が預言者エライアスなのでしょうか。バスに乗って次のポイント、イアに到着しました。イアはサントリーニ島の中でも最も美しいと言われている町です。絵はがきなどでよく見るサントリーニ島の景色はほとんどがイアのものです。パナギア教会はイアの町の中ほどにあるギリシャ正教の教会です。お祈りの声が外まで響いていてエキゾチックです。ここからしばらく自由行動時間になります。広い細い路地には可愛いショップやカフェが立ち並んでいます。まだ5月なので観光シーズンのピークではないのに、このにぎわいです。限られた自由時間なのでちょっと焦ります。街全部がおしゃれで、全てが素敵です。本当はこういうショップをたくさん覗いてみたいのですが、まずはサントリーニらしい景色を見に行かなければなりません。
気持ちは焦るのですが、イアの詳しい地図がないので人の流れについていくしかありません。しばらくは可愛い街歩きをお楽しみください。そこに人だかりがしています。よく見えないけどきっと絵はがきのようなフォトスポットなのでしょう。今朝船から見た断崖絶壁の上の白い家はここだったんですね。こちら側はやっぱり青いドームがあるようです。路地が海側に突き当たるポイントはどこもここもおしゃれです。またバスに揺られて今度はカマリビーチに来ました。ここはビーチの砂が黒いことで有名です。火山島だからでしょうか。サントリニ島は三日月型をしていますが、月の欠けた部分は実は大きなカルデラだそうです。このブラックビーチのほか、サントリニ島には酸化鉄の茶褐色の砂で有名なレッドビーチというのもあります。次はパナギアエピスコピチャーチです。この教会はサントリニ島で最古のビザンチン様式の教会で11世紀に建てられたそうです。とてもシンプルで地味めの教会です。鐘がおしゃれです。教会を後にしてまたバスに乗りワイナリーに到着しました。サントワインズワイナリー。中央のテーブルにワインのお供の簡単な料理が載っています。私も一通り取りました。席を探します。ワインは赤白スイートの3種類あります。まずは白ワインからテイスティングします。トマトとチーズとオリーブと、なんだろうこれ、それこそビスコッティみたいなもんかな。これはスイートワイン。スイート、本当に甘い。あの辺り景色が良さそうです。おー、素敵なショップもありました。ここからワインを買って帰る人も多いんでしょうね。ワイン以外にもいろいろ売っています。ここは何、オリーブとか、つまみになりそうなものがたくさんありますね。ブドウ模様のマーク。ワイナリーの屋上も眺めが最高でした。ワイナリーの後はランチです。ピルゴスレストラン。壁に張っているブドウの枝が素敵ですね。ここはビュッフェ形式のレストランです。ギリシャの伝統料理が並んでいます。とりあえず全種類取ってきました。デザートにはカステラのようなケーキもありました。一通り観光も終わってバスはフィラの街の中心へ向かいます。フィラに到着しました。
ロのロープウェイのチケットが配られて、ここでツアーは解散です。船に帰りたければロープウェイに乗れば、この断崖の下が港です。私たちはもちろんもう少しフィラを散策することにしました。教会がありました。カセドラルチャーチオブキャンドレマスオブザロード、内装の美しい教会です。教会の前は海、白いドームとオーステルダムの組み合わせは美しいですね。そうこうしていたら、ロープウェイの駅の長い列が路地の方まで伸びていたので、ロープウェイの列に並ぶことにしました。でも40分ぐらい経ってもまだ番が来ません。そこで歩いて下まで降りることにしました。でもなんでロバがいないの？あ、いた、ロバ、モンキーがいた。ロープウェイのチケットまであるのに歩いているんだから、ロバに乗るという選択肢はもはやありません。それにしてもロバに混じって歩いて降りるとは思ってもみませんでした。昨日船内であったサントリーニ島説明会では、この崖を上がったり降りたりする方法は3通りだと言っていて、階段を自力で上り降りすることもできるけど、580段もあるし、しかもロバがいるからロバの糞なんかも落ちていて、絶対に徒歩はおすすめしないと言ってました。ロバは良い経験といえば良い経験だけど、ガイドさん的にはおすすめしないと言っていました。ロープウェイは片道確か6ユーロで一番おすすめだと言われました。うんちだ。まだまだ海は遠いです。登ってくるロバとすれ違いました。ロープウェイが見えます。まあ上りだったら絶対に嫌だけど、下りだったらまあこれもありかなって感じですね。だんだん勢いがついて、最後の方はうんちを避けながら小走りしてました。そしてようやく海岸への出口が見えてきました。あとは無事にテンダーボートに乗りさえすれば船に戻れます。なんとかこのテンダーに乗れそうです。やったー、まだ待っている人いるけどお先に。そしてオーステルダムの脇腹にくっついてめでたく下船です。今日はなかなかエキサイティングで楽しい旅でした。次回の動画は5つ目の寄港地、ミコノス島です。サントリーニ島よりももっと可愛い街で、私個人の意見としては今回のエーゲ海クルーズの中で一番好きな街です。白い壁はもちろん、路地の石畳が最高に素敵な街です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまた会いましょう。さようなら。